こんにちは、清志郎です。今回は東京リベンジャーズのマイキーの、ちょっと一回これをご覧ください。はい、こんな感じのシーンなんですけど、そのハンマーの攻撃を、受け流した後のやってる動作で、これって何の技なんですかみたいな質問があって、なんか動作がいろいろごっちゃになっててすごい解説が難しいんで、ちょっと解説をします。よく見てもほしいんですけど、スローとかで見てみると分かるんですけど、手が揃ってついてるんですよ。なんか見た目はロンダートに近い。ロンダートはこう手がこう入る、縦にこう入って最後あって、ロンダートは手がこっち入るになるんで、マイキーがこうやってついてる時点でロンダートの入りではないとすると、ロンダートじゃなくてハンドスプリングの入りに近いんですよ、倒立みたいな。こうなのでハンドスプリングのひねりなんじゃないかっていう。これ立つ位置がハンドスプリングだったら前向いて終わるんですけど、後ろ向いてハンマー側を振り返ってついてるんで、マイキーがやってるのはハンドスプリングのひねりなんじゃないか、半分ひねりなんじゃないかっていう考えで解説するんですけど、マイキーが手ついた後に、動画見れば分かるんですけど、手ついた後こっち側に回った後こっち側に振り返ってる状態で、左側向いてるんで、この時点でマイキーはアクロバットプレイヤーとかトリッキングプレイヤーだったら左ひねりってことがまず判明したということで、マイキーは左ひねりの状態なんで、倒立まで行った状態から最後こっち向いて終わってる状態なんですけど、ロンダートだったら一発目で手ついた状態で半分ひねりが終わるんですけど、ハンドスプリングでやってるってことはひねりづらい技をわざわざひねってるっていう、結構ややこしい技ですよね。普通だったらこうやって手をこうつけばこっち向けるんですけど、手がこうついてる時点でロックかかって体ってひねれないんですよ。なので超手で突き飛ばして地面から空中に移ってる間に半分ひねり終わらせなきゃいけない分、かなりややこしい技です。なので現実でやるんだったらおすすめしないです。この技両手つく半分、両手つく半分、やる必要があるかどうかは怪しいんですけど、あの動画見てもらえば分かる限り、マイキーは異常なぐらい空中に手で突き飛ばして浮いてるんですよ。であれが本当に体操めっちゃやってる人でも、あそこまで両手で地面から空中に浮かび上がれるって多分かなり無理だと思うんで、あれマイキーの筋力はもう本当に頭おかしくて、重力もマイキーだけ半分ぐらいになってないと、あの技はあの折り方とかあの浮き方はできないんで、現実ではあの技は同じような動きができてもできないっていう状態になるんで、検証としてはこの技は現実でやるのは向いてないです。ハンドスプリング半分ひねりをかなり浮かせて最後着地をしなきゃいけないんで、再現としては難易度高いのかなって感じです。しかもなんか最後なんかこんな感じの終わり方してると思うんですけど、あれも結構あの高さでやってるからその体勢取れてるんですけど、人間が普通にあの高さがまず出せない状態で挑むと、なんか足首ねじったり結構膝痛めたりとか、いいところ1個もないと思うんで、再現はおすすめしないです。で今回ちょっと検証も兼ねた解説なんで、これ講座じゃなくてただただ技がどうなってるかって感じなんで、やんない方がいいです。これはアイポティックとかマイヒーがやってる経緯とかは再現結構できるんで、そっちの方を進めます。ちょっとこれで似たような動きちょっと見てみたいですとか、このアニメキャラクターの技って現実で可能なんですかみたいなのがあったら、ちょっとコメント欄とかでお寄せください。ちょっと怪我治ったら本格的にそういうのをやっていきます。もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いします。はい、ではありがとうございました。